北川さん、どうしたんですか？こんな夜遅くに何かあったんですか？声が聞きたくなったっていうか、怖くて寝れないんだけど、ちょっとした物音にもバチクソビビっちゃって。五条くん、ちょっとの間でいいから通話してて。スピーカーにして寝落ちしても全然いいから。わかりました。シンプルにやばいんだけど。菅谷さん、そんな方なんですね。なくなってきたかも。ありがとね、五条くん。五条くん、寝そう。今年は楽しかったです。五条くん、好きだよ。休み。またね。